あん時何としてもぶっ潰しておくべきじゃった。死んだと思ったのか。人を勝手に殺すなバカ。お前みたいな海軍、おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。ブラックホール、そしてこれが白ヒの能力を。なぜあいつが使えるんだ。やったな船長。こいつらと組んだ俺の選択は間違ってなかったようだな。どういうことだ。おいじゃあ、ドフラミンゴ七部会脱退から誤報の一件、あんたらのもっと上からの指示っちゅうことですかい。なぜドフラミンゴごときのために世界が振り回されにゃいけんのですか。今後も子飼いなことがあっちゃわしが元帥として格好つかんですけ。金輪際やめておくんない。生意気な口を聞くな杯。お前のメンツなど取るに足らん。お前たち海軍は政府の表の顔。この案件はサイファーポールに一任したのだ。ふん、サイファーポールか。あえ話が、あんたらも頭飛び越えられたんと違いますか。天竜人の傀儡に。口を慎め杯。九山の剣はどうだ。ん、あの巨大な戦力が今や黒ひげに加担しているとは。軍の対面も何もあるまい。あのアホはもう海軍を辞めた男ですけ。どこで何をしちょろうがわしらには関係ありゃせんので。殺せ杯元帥。うん。ご報告します。オーカス支部会ドンキホーテッドフラミンゴ並びにそのファミリーが麦わら牢の海賊同盟に敗れ、トレスローザは完膚なきまでに崩壊いたしました。え、なんじゃと。またあの小僧か。さらにもう一つ大変な事態が。あらら、とうとうここまで。堂々としちょるのう、ドラゴンの息子。怖いねこの若さ。エースを返してもらうのだ。ゴムゴムのスタンプガトリング。麦わらの命こそ生きるエースの意志だ。エースに代わって俺たちが必ず守り抜く。麦わら、
長セイヤ。おやじ！おやじ！おやじ。セイヤ。白ひげの時代から新たな時代へ。また貴様の家族だぞ、ラフィー。兄貴を助けに来たのか。大運か。貴様もその世代なら目の前の敵に気ぃつけ、犬神グレン。いちいち町を壊しやがって。守ってみろと言ったろう。